ビという噂がありますが、いかがですか？うん、新しいパンフレットもできてますしね。右側にお願いします。はいはい、左側にも、はいはい、真ん中上お願いします。右側にお願いします。こちらにもお願いします。あ、はいはい、真ん中上お願いします。真ん中上、真ん中上って どうするの？今日の探しテレビはふるさと納税の話題です。ご案内は探し役所秘書課の池田さんと鳩山さんです。お願いいたします。お願いします。よく耳にするふるさと納税、一度おさらいをすると、ふるさと納税とは自治体への寄付金のことです。例えば佐賀の偉人大隈重信公の生家をきれいにしてほしいから寄付をするとか、はい、世界遺産に登録された三重海軍所跡をもっと宣伝してほしいとか、どなたでもこの制度をご活用いただけます。ふるさと納税のいいところその1、特産品がもらえます。寄付金額5000円以上、1万円以上、3万円以上、5万円以上でそれぞれお礼の品が選べます。続いてその2、寄付する先は生まれ故郷でなくても OK。 つまり東京出身の方が佐賀市に寄付することもできるんですよ。よっ、便利だね。その他にも確定申告の際に税金の控除があったり、使い道を指定できたりといいことがいっぱいあるんですね。詳しくはこちらをご覧ください。佐賀市へのふるさと納税の手続きは佐賀市のホームページからお申し込みいただけます。お問い合わせは0952-40-7020まで。ふるさと納税について最後に一言お願いします。こちらのパンフレットを見て、ふるさと納税は公正。ダジャレですか？ダジャレですか？それでいいと思ってるんですか？それでいい。佐賀市テレビ。